新型コロナウイルスについて、県と奈良市は今日新たに372人の感染が確認されたと発表しました。新たに感染が確認されたのは372人で、1日における新規感染者の数は減少傾向にあります。亡くなった人の発表はありませんでした。現在の病床などの使用率です。 重症対応病床が17%、入院病床全体では25%となっています。